どうも、アイアシス 120% の男、ブス島です。奇策実況プレイ2周目やっていきたいと思います。なんか奇策をやってる気分になってきておりません？なんかほのぼのな感じのアットフォームな感じになってますけど、最近まあいいでしょう。やっていきましょう。まあとりあえず今回は誰も追い込んでおりません。2周目はなんかこいつの魂を救うっていうのがね目的らしいので、やっていきましょう。じゃあ今回はもうおとなしく、なんかいろいろとこうやるのはいいんだけどさ、事務処理とかなんか今までこう選ばないものっていうのがいいと思うんだよな。そしたら今度でも寮内とかも徘徊した方がいいだろうし、街中とか徘徊した方がいいんだろう多分。街中徘徊してでどうしようかな次。車内とかでも車内もあれだしね、寮内徘徊すっか。で最後はやっぱり街中徘徊って感じでいいかな。こんな感じでいこう。よし、これでいこう。もう嫌なことは最初にやって、あでも収集力か。昇進おめでとう。あそうそう、これがあるから、そうだね、ちょうどよかったかもしれん。はい、まあカットです。はい、ということで神野が現れましたということで、今回もね、あのせっかくなんで何もせずに日曜日を選んでみます。なんかあるかもしんねえな、これまたな、このことね。この野郎、体から得体の知れねえキノコが生えてきても知らねえぞ。キノコは股間に生えたビッグな一本十分なんだよ、クソったれが。お前だからブス島マークいるんだよこれ。ほらやっぱりなんかある。あらあらあら、これは別にブス島マークなしでいきますよこれは。うん、あらららら、これは別にそういうもんじゃねえからな。うん、よしよし、実況気が悪い寝方しやがって。あやっぱり奇策ちょっと優しいじゃねえかよ本当に。何これなんか山田君1枚持っててみたいなね、そんな感じになってますけど、なんかこいつ最近やけたらグーグー寝てねえか。たく赤ん坊ちゃんあるまいしよ、まさか悪い風土病に感染してるんじゃねえだろうなこのクソガキ。ふん、俺が心配するわけにはいかねえな。俺は天涯孤独の他人のことなんかごもちゃいない奇策様だでも優しいよな、こういうとこ。なんとなく優しさが出てますよ。やべ、 BGM で結構来るな。それにしてもこいつ何者なのかね。もしかして鬼畜道を極めるため俺に弟子入りをしたなんてことはねえか。まあうざったい存在ではあることは確かだけどよ、耐えられねえほど害があるわけでもねえし、気失せるまで放っとくとするか。ふんって、ふんだ、得体の知れねえキノコが入ってきやがったぞ。もちろん要点を決めてお前が食うんだ。ほれほれほれ食わすな。ふん、こんなことで俺はへこまないぜ。明日から鬼のようなネタをゲットしてやりゃいいことじゃねえかな。よし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 、チンと。いや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 、しっかり営業してる。してますよ。嫌な予感が。なんだ今度は。奇策くん、うん、課長昇進おめでとう。おめでとう。はい、嬉しくないけど、まあ、はいはいはい。もぐっとパワーアップだね。期待してるよ。あんまりしないでください。へへへ、ご期待に添えるよ、頑張りますです。はい。ところで、今度の日曜日は暇でしょ。忙しいです。いいえ、暇ではございません、きっぱり。奇策くんも営業課長になったわけだし、あ、そろそろ身を固めておかないとね。お見合いの話か。じゃあ、で、僕がセッティングしておいたから、うん、はい、余計なことしないでくださいということで、まあこのあたりはカットしましょう。はい、ということで、会長にお見合いを無理やりこぎつけられましたって感じなんですけど、お見合いでも選択してないあれがあるからな、ちょっとそのあたりちょっと見たいところはあるので、その辺はやってみるか。お見合い面白いしな。畜生、今週もネタゲットできなかったぜクソ野郎ということでね。はい、予定を入れちまったんだしな。何度も言うが俺約束事ってやつが大嫌いなんだよ。こういう時は何も考えず不手にするしかねえやということで寝ましょう。しょうがねえ、不手寝だよ。どうか悪夢が見れますように。それじゃあグッドナイト。あ、おうおう、イベントあるじゃんこれも。あららら、ねえおじさん。はい。なんだ、まだ起きてたのか。明日はどこへ行くの。けクソハゲに見合いを押し付けられちまってよ。あのデブ、他人の都合を考えねえことにかけちゃ俺より鬼畜もんだぜ。え、お見合いって結婚する人がやるあのお見合い。そうだよ、そのお見合いだ。大変だ。何がだよ。早く。何しやがるこのクソガキ。いいから早く。
こらズボンのファスナー勝手に下ろすな。おいおい何やんだよ、やべえことやんじゃねえぞこの野郎。あこれ一応ブス島マークは必要か。これはなんか親子のあれだよな。まあとりあえずちょっとドカッとは入れとくけど、ちゃんと隠れてるは隠れてますね。ブス島マークも入れてますけど、ずいぶん酷な桶だなこれ。桶とあの湯かけのあれ、へえ。こん何このほのぼのシーン、本当に。なんかお父さんとお子さんですよもうこれ。うんうんうん、何このシーン。どうして俺が風呂場にいるんだよこれ。おじさんが幸せになるためだよ。俺お見合いなんかしたくもねえんだぞ。見合い相手に嫌われるためだ、どんな努力だって惜しまないぜ。素直じゃないな。ふん、結婚は人生の墓場だと誰かが言ったよな。俺はその意見に一万カノッサだ。カノッサってどこに通過あれだ。そんなの結婚してみないとわからないじゃない。いやー俺も気さくの意見に賛成なんだよなこれ。ちょっとまあ賛否両論あると思いますけど、ブス島おそらくもうしないというかできませんね。はい、もうそう思ってますのでね。いいですいいです。きえ、うんうんうん、おい間違っても頭洗おうなんて考えじゃねえぞ。ここまで髪を粘土質にするには並大抵の苦労じゃねえんだから。汚ねえなおい。臭いと嫌われるよ。バカ野郎、俺が発散しているオスのフェロモン臭なんだよ。お前はガキだがこのかぐわしい匂いが理解できねえ。いや昔いたんだよ、あのフェロモンとね、ただの不潔臭を勘違いしてるやつはいましたね。本当にすごかったよ。うん本当にいました、そういう人。そういえば過去にね。うん、ふーん、そうなのかな。どうせ一晩経てば体臭なんてすぐ元通りだ。赤をこすったぐらいで消えるほど俺はやわの体臭してねえぜ。ざまみろ。おじさんの背中傷だらけだね。ふん、ガキの頃から兄貴たちに指導されてきたからな。飯を食うのが遅いとか言われちゃタバコの火を背中に押し付けられ、ひでえな。すごいねもうこんな顔になっちゃいますよそりゃね。うん、すれ違いざまに背中にナイフを振り下ろされたりよ。こう見えても伊藤家はしつけが厳しい家庭だって。いやそれしつけじゃねえぞそれは。しつけではないと思う。うん、何度か飯の中で毒盛られたこともあるしな。寝てる間に濡れたタオルを顔にかけられたり、まあいろいろだすごいな。俺も何度か兄貴たちを殺そうと思ったんだけどよ、やつらなんだ、なんだ、正義心なんとか疑心のね、まあとにかく疑いの塊っていう人間だからな。おじさん、なんだ、結婚して幸せになれるといいね。あーちゃんと風呂場だからちゃんと声も響くのねこれ。てんてんてんと、け何バカなこと言ってやがる。これだけ体をこすりゃお前の気も済んだはずだ。俺は上がるぜ。うん、あーこんなイベントもあんのかよ。ちっ、まだ背中ヒリヒリしてやがるじゃねえかバカ野郎。おじさん、お見合い頑張ってね。うるせえなバカ、誰が頑張るもんか。一周漂う作業着と復活した大衆で見合い相手の鼻を曲げてきてやるらクソったれや。ここまで髪を粘土質にするには並大抵の苦労じゃねえんだから汚ねえなおい。気さく、お邪魔します。 はい。おお、ここで葵登場だもんな。ババアと秋元さんでいらっしゃいますよね。はい、私が妹の秋元葵で、うんうん、まあ、この辺は同じなんで行きましょう。はい、ということで質問のところまで来ましたと。前回ね、選んでないものをちょっと選んでいきたいなと思います。さあ早速行きましょうか。ご趣味は何でございますか。これから行きましょう。ご趣味は何でございますか。へっへっ、もしかして無言の行とか。姉は旅行がすごく好きなんです。この間も二人で南の島へ。なんか私ばかり話してますよね。南の島と申しますと、やはりガダルカナルとかでございますか。いえ、
パンです。おお、激戦区だなこれもな。あれも南の島にそんな場所がございましたか。それにしてもパイパンとはツルツルの島なんでしょうね。ん分かってねえな。へへ、困った顔してやがる、いい君だぜ。あの伊藤さんの趣味は何ですか。朱印でございますかね。すげえな。朱印、姉貴は分かってんな。はい、暇があればそれをしております。郷土芸能か何かですか。まあ芸能というよりは本能とでも申しましょうか。気がつくと握りしめておりますので。はい、とにかく素晴らしい趣味ですね素晴らしくはないと思うぞ。ありがとうございます。他に聞きたいことがあれば何でも。よし、聞いていこう。へへ、それでは遠慮なく聞かせていただきますです。はい、よし。好きな色ね。好きな色は何でございますか。無色透明とか。姉は赤とか黄色が好きなんです。ほう、欠端に濃淡でございますか。そういたしますと最近端の緑色も好きなのではないかと。いえ、気さくな勝手な想像でございますが。最近端へへ、鬼畜者の会話に翻弄されてやがる、いい君だ。あの伊藤さんは何色が好きなんですか。俺はドドメ色とか好きだぞ。そりゃドドメ色でございますかね。同じこと言うのかよこれ。ドドメ色ご存知ありませんか。不勉強ですみません。いいんですよ、使い込みは自分でも見ることができますし。まあ100回ぐらいから徐々に色がつき始めてとにかく綺麗な色なんでしょうね。汚いっすねそりゃもうあの他に聞きたいことがあれば何でも答えますから。おお、行こうじゃねえか。さあ、それでは遠慮なく。あ、これ行こう。これも聞いてねえか。どこの学校をご卒業されましたか。お、尋常小学校とか。あ、姉は公立の高校を卒業してすぐ就職しましたから、うんうん、私がいなければ大学に行けたと思うんですけど。なるほど。へっへ、人間性と学歴が関係ございませんよね。この奇策、どうでもいいことを聞いてしまいました。失礼ですけど伊藤さんはなんかどんな回答くんだろう。奇策の記憶が正しければ確か小学校を中退したと。はい、え、中学まで義務教育ですよいろいろ事情がございまして。家庭の事情ですか。いいえ、個人的な事情でございます。小学校低学年時に放火、窃盗、傷害、暴行、詐欺、気がついたら大人になってました。冗談ですよね。どう思われますか。冗談だと思います。へへ、それならそう思えばよろしいかと。親しく付き合えばすぐにわかると思いますので。はい、そうですよね。今日初めてお会いしたわけですからこれからも親しく付き合えるようにもっと姉のことを知ってもらいたいと思います。あ、ババアはどうでもいいわ。それでは遠慮なくいろいろなことを聞かせていただきます。はい、これで一応全部聞いたか。これ全部聞きましたね。まあとりあえず、まあ全部聞いたからとりあえず天使と悪魔を聞いてとりあえずこの辺はカットしていっちゃいたいと思います。伊藤さんの趣味は何ですか。朱印でございますかね。すげえな、奇策。はい、ということでここの現場を抑えましたという感じです。いやー、もうね、その前に会長が部屋に来てなんか大宮大成功とかなんかそんな感じのことを言われて、もう丁重にお断りしたという感じでございます。まあそのあたりの流れは全部一緒っすね。まあどうか、これやっぱいいくびれしてんな、いいぜ。まあ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 、いや今回はそういうつもりはないんでね、まあいいでしょう。よし、同情したくなってきたぜということで、まあこれを見ながらまあ行きましょう。でまた本を読むという感じです。もうどんどん読んで、もうバンバン上げてやろう。これもうおらおお、マックスいった。営業力もいいね。おじさん、明日からまた仕事でしょ。そうだよ、5月だよ。まあ行くよ、どんどん。はいはいはい、しょうがねえ。まあとりあえず日誌書くよ。はい、ということで日誌を書きましたという感じです。じゃあ続いていきましょう。5月どうしよっかな。とりあえず営業活動でもすっか。どうせ
6月だろ、6月がなんかあんだもんな。まあとりあえずよし、間違いなく営業は取れるだろう。これで営業とりあえず取っておいて、そうだな、営業5月、うん、どうしようかな。そっか、営業活動であれか、2個やんなきゃいけないのか。確か葵と1回どっかで遭遇しなきゃいけないんだよな。よし、営業活動もう一回行こう。よし、営業活動、これで偶然前撮ったんだよ。今回はもうあと事務処理してなんかやるか。なんか事務処理とかでもなんかメモとかそういうのがあったもんな。なんか今回社内だな、事務処理して最後にやっぱり徘徊したいので、徘徊しちゃうぞっていう感じです。さあ行きましょう。これでいいんじゃねえかな。どうだろう、事務処理、いや徘徊だな、徘徊しよう。よし、これ行こう。殺すぞストレートだな。いいか、俺たち鬼畜門であること忘れちゃいけねえぞ。こんなスケジュールでどうやって美学を極めりゃいいんだよ、タグよ。まあしょうがねえ。まあ営業活動、確か葵と会うはずだよな、お見合い後だから。そして10件はこれで大丈夫と。畜生をゲットできなかったということで、まあしょうがない、しょうがない、しょうがない。よし、そしたら今回は何もしない。またなんかイベントあんじゃねえか、これガキちょっと。よしよし、行こう。ゴロ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 。あ、やっぱりあるわ。おおおおおおお、なんだよこの普通ありえねえけど貧乏くせえけど、やばい、この絵でなんかちょっと来るものがあるなんかすごいシーンだなこれ。奇策かこれ、俺やってんの。なんだよこれや。たく貧乏くせえに雰囲気がプンプン漂った一輪挿しじゃねえか。だいたい俺花ってやつが大嫌いなんだよ。花といえばメスの壁に限るんだよ。どうせならその部分だけ切り取ってここに飾りやがれ。スーッけ、青くせえ香りがしてきやがる。はあ、そういえばタンポポの茎切ってさ、こう裂いてさ真ん中に棒通して皮とかに入れるとこうね水車みたいになるっていうのを、ね、なんかガキの頃やったことあるなあっ奇策が近づくとこうなるのか。どうしようもねえな。おじさん何してるの？何もしてねえよちょっと悪気があるんだこれいいな。ご飯を作るなら手伝うよ。俺は台所で席じりしてるんだ。こっちに来やがったらぶっ飛ばすぞ。うん、じゃあ行かない。そしてその夜。何？あ、なんだこれおじさんだなちょっと奇策真人間になってんじゃねえかよマジでいやー気持ちは伝わる。でもへったくそだけどふん永代のダメよ、笑っちゃダメだ。体から永代の知らないキノコが生えてきやがったぞ。もちろん要点を決めた運命が来るんだって。まあいつも通りですねこれもねちょっと笑っちゃったよこれ。よしよし、まあまあいいやいいや、あれれということでね、まあ行きましょう営業活動。多分これで葵と遭遇するんじゃねえか。先生に聞いてくるからそこで待ってて。あ、豚豚舎へ帰れ、うん、はい、契約無産でいただけるのは何時間でも。うちはずっと家入るだから無理だと思う。黙れ豚が。まあまあまあいいやいいやなんて正直な営業マンさんでしょう。じゃあすぐに聞いてきてあげるからもううるさいからお前カット。はい、ということでね、5月の4週目は来たんですけど、まあ神野に会ったりして、なんか神野がそういえば意味深なことを言ってたんだよな、芸能人の誰かにっていうのは。あれが多分綾野のことだった、綾野のことでそれ言ってたので、 AV かなんかで見たっていう話なんだろうなという伏線がそういえばあるなと思いましたという感じです。あとは特にね面白いこともなく、まあ前回1週目でやったのとほぼほぼ変わらなかったです。はい、ということで己を磨くために秘伝書を読むんですけど、今回はねこれいきますよ。最近これ読んでるんですよ。もうね結構ね収集録とか行ったんで、もう営業力も一気に上げちまおうという算段でございます。5月はまあそんな感じだろうな。よし行くぜ。ほら上、ほらほら上がった、ほら結構いいでしょ数字。僕おじさんの邪魔してないよ。はい、というわけで6月になってしまいましたけど、まあ5月もなんか同じようなイベントが多かったな。まあまあまあいいか、とりあえず。よし、あれれということで、
よし、6月はどれタオルに染み込む汗がカビ臭くなってくるわけだ。へへん。ということで、まあとりあえず営業日誌をつけていきましょうという感じかな。これでよし。はい、ということで6月です。6月ってなんかイベントあったっけな。まあとりあえず徘徊とか、やっぱり今回事務処理メインでいろいろ行きてえな。なんか何があるかわからねえからよ。まあとりあえずまあ行くか。とりあえずよし。いやー、どうしよう。今回は寮内とか行ってみるか。久しぶり寮内回ってみるか。寮内徘徊して、ちょっと前回のやつ見てねえかわかんねえんだよこれ。適当にやってくださいさ。まああと社内徘徊して、やっぱり今回事務処理をいろいろ、ほらメモとかいろいろあるじゃないですか。だからそういうのでちょっとやっていきたいなと思いますんで、社内で事務処理しよう。社内でよし事務処理と。なんか6月もなんか面白みなさそうだな。まあいいや、査定がある月だな今月だな。もう営業は取ってるから大丈夫、10件取ってるからな。あ、よし。あ、有料お嬢さん、あ、これあれか、不倫のやつか。まあまあとりあえずカットしていきます。はい、ということで4週になりましたけど、特にあれだな、なんかあんまり面白いことも起きず、イベントも起きなかったりって感じでしたね。なんかまあメンバーがなんか給湯室でまあなんか有利の話をしたとかそんな感じだからな。まあしょうがねえ。とりあえずこっからあれだろうな、なんかあるかな。あ、なんもねえ。あ、おじさんお帰り。はい、はい、もうあとはあれか、営業か。畜生、今週もネタゲットできなかった、クソ野郎。ということで南のアホタレだなこれで。はい、おう、へへ、いらっしゃいませ。はい、ふん、その勝ち誇った顔は何だ。まあとりあえず10件取ったからよ。まあとっとと行きますよ。もう俺20件だ。うるせえ。おお、ああ1件でも少なかったら解雇だからな。とんでもねえな俺。わかりました。面白くねえんだろうなやっぱり。いいか、明日の夜までに今後の営業方針を書いて。まあ、カットだよ。ちえ、まあ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 、こんなでも2週目って結構同じようなイベントばっかだなやっぱりな。まあ7月だし、もうこれ一回やめるか。まあ営業日誌をつけてやめようかな今日はね。さすがに疲れた。というわけで今回はこれくらいにしておきたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。返してしまう。いや、やっぱりここはね、何もせずに返してしまう。あー、指勝手に。うっせ、黙ってるわ。めっちゃ可愛いじゃん。何この2つ、こうメロンパン、これ2つ素晴らしいね。魔のバミューダ三角トライアングルじゃないよ。考え事してんだから、ちょっと空気読めよおめえも少しはよ。スイカ、マスクメロン、そしてメロンパンに、まあ、アンパンみたいな、そんな感じですね。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。